はい、ひとつき満札、清水です。ということで、まあもう皆さんニュースになってるからね、ご存知だと思いますが、瀬戸内寂聴さんがですね、まあお亡くなりになりまして、まあ作家であり、僧侶であり、99歳、まあ文化勲章受章者でもありですね、もう一体この人何百冊本書いたんだろうっていうぐらい、まあ本を書いている、まあ、人なんですけども、実はですね、このね、瀬戸内寂聴さんがですよ、これ、まあ、出家することになった、きっかけなんですけども、まあ、これはですね、今東光さんという人がいてですね、はい、今東光、あれ、今東光、今東光、今一生、なんか名前似とんなというところで、実は、まあ、ちょっと今さん自身もですね、まあ、ちょっと自分自身の、まあ、作家としてのキャリアっていうのも変ですけども、影響を受けた方々でもありますので、まあちょっと振り返ってみようかということで、まずはご冥福をお祈りしたいなというふうに思います。はい。で、まあ、99歳、ということで、なんかね、先月ぐらいから実は、ちょっと体調が悪かったと。で、体調悪くって、で、それで、まあ、亡くなったということなので、まあ、まあ、言ってみれば認知症になることもなくですね、まあ本当に99歳、大正11年生まれということ大で、往生ですよ、もうも大正、昭和、平成、令和と経験して、まあ大往生だなというふうに、まあ本当に、どちらかというと私、この人の本というよりかは、生き様がすごいなっていうイメージの方が強烈でね。ちなみそうにです。ね、今さんは、この瀬戸内寂聴さんはどんな風になイメージがありますか？いや、僕がですね、死なないんじゃないかなと思うぐらい元気だったんですよ、この人。もう90代入ってからもう毎日ステーキ食うような人ですからね。ちなみに仏教の中ではあんまりこう動物食わないじゃないですか、普通。で、関係ないと。もうそこも奔放なんですよ。私は好きなものを食べるの。で、ステーキをあちこち公園旅行で行ったら行った先々でステーキ食って、で、ワイン飲んで、みたいなね。で、女性の秘書がいて、いろいろ周りの世話とかしてくれてたんだけども、本人はものすごい奔放な人だから、まあ、なかなか大変だったと思いますよ、と。いや、なんか私、その肉食うステーキ好きっていうので言うと、なんかこの人500グラムか600グラムか忘れたけど、それぐらいステーキ食うんだよね。そうそう、でかいの食うのよ。なんかもう、ええーって、しかもそれが90何歳とかの時。そうだよ。もうすごいでしょ？で、やずーっとべ書いてる人ですよ。しかも。え？ずーっと毎日何か書いてる人ですから。連載ももちろんやってたしね。いやー、ちなみに携帯小説もこの人チャレンジしてます。おお、すごいね。すごいでしょ？ もうすごいですよ、この人。それもだって80代に入ってからですよ。なるほど。なかなか80入ってから携帯小説書く人なんて見たことないでしょ。いやー、バイタリティあるね。めちゃめちゃある。だからアーティストって死ぬまでアーティストなんだなっていう、まあ、それを全うできたっていうのはすごいことだと思うし、僕はね、その奔放さがそういう心身の健康を保てていたのではないかっていう気もしてくる。大体ね、ストレスでがんになって死んじゃうんですよ、日まあ本そ人っうて。ね。この人ね、ストレスが嫌なのよ。なんという、奔放っていうのを言い換えればね、ときめきで生きたい人なのよ。簡単に言っちゃうと。だから、ときめきといろいろ周りとの摩擦が生まれたりするわけです。ね、家族を持って子供を生まれては幸せと、普通はそこで終わるわけじゃない。この幸せを維持すればいいと。ところが、ときめきが終わらないんです、この人。だから、家の外にね、仲良くなってしまう男の人ができたりするわけです。なんかすごい、その甘さ、最初私ね、私は1978年生まれなんで、もうその時には、私がおぎゃーって生まれた時には、瀬戸内寂聴さんはもう60手前なわけですよ。そうね。50後半なんですよね。で、なそう、んだからで、頭つるつる姿だよね、みんなが知テっレてビるとのかは。で見た時に、へえ、甘さんなんだっていうふうに思ったけど、大人になってから本とか読んだり、この人のストーリーとかを聞くと、え？
俗っぽいでしょ、めちゃめちゃ。海女さんっぽくねーっていうのはね、最初の衝撃でしたね、私は。そうなんです。うん。うん。僕自身がね、なんだろう、じゃ瀬戸内寂聴を知ったのは、中学ぐらいの時ですよ。だから40年以上前、なんだけども、その時ちょうど中学生だった僕は週刊プレイブーイを見ていました。当然エッチなグラビアがあるからです。で、俺の空とかやってました、漫画で、本宮宏の。ははは、で、懐かしい。それももちろんお目当てだったんだけれども、そこにですね、今言ったその今東光っていうのは、今東光って書いて今東光っていう作家が、極道辻説法っていう人生相談をやっていました。極道辻説法って極め道ですよ、まさに。すごそういで、ね。要するに人生の道を極めるって意味だから、極道辻説法なんだけども。で、いろんな面白い相談に対して、相談はつまんねえんだけど、答えが面白い。例えば、私はまだ全然女の子と付き合ったことがありませんと、どうしたらいいでしょうみたいな、いわゆる青春の若者の悩みとかを送ってくると、今度こうはばっさり、そんなやつはな、こう切って、送ってこいや、こっちに、佃煮にして食ってやから、みたいなさ、もうすごいのよ、その答え方が。はあ。今っていうか、もう終わっちゃったけど、あれか、今でもほら、週刊プレイボーイに人生相談コーナーっていうのがあって、レディー・フランキーさんに答えたりとかしてたけども、そのレベルじゃないんですよ。しかも、その今東光って人は現役の天台宗の大座主ですよ。大座主っていうのは紫の光栄を着て、中尊寺金色堂を守ってたっていう、天台宗のトップですよ。で、さらにこの人、参議院議員もやってますよね。その通りです。そう、っていしうかも自ね、民党。そういや、なんていそうそう。うか、もう、こういう破天荒っつうか、すごい生命力ある人が、なんか文化庁長官の、お兄さんなんですよね、これ、確か。そうです、そうです。文化庁初代長官は今秀道さんって言って、今秀道さんは今東光の、弟だから、今東光はお兄さんだね。そう。いや、今、今東光、多分し、あの、例えばですよ、出馬しても、マック赤坂扱いだと思うよ、これ。そうだね。ところが当時の自民党っていうのは、ものすごく多彩な人材がさ、いたわけですね。今東光が受かるぐらいだから分かるでしょ、皆さん。で、めちゃめちゃ当時人気でした、今東光は。レコードが出るぐらい、辻説法のレコードが出るぐらい、大人気だったんです、70年代の、前半ぐらいかな、後半か。で、でも70代で亡くなっちゃうけどもね、今東光自身は。でも で79ですね、亡くなったのは。そうです、そうです、そうです。で、だから80いけなかった人ですけども、その今東光がですね、ある時、若い女流作家がやってくるんですね、彼のもとに。で、それが瀬戸内晴美と名乗っていて、で、実は遠藤周作先生のところでクリスチャンになろうかと思ったんですけども、私はやっぱり仏教頭ということで、天台宗の今東光先生に法名をつけていただきたいと、私が出家した暁にはと。本命。そう、法名ですね。で、分かったと。で、実は今東光っていうのは本名です。ペンネームじゃないんです。で、今東光のいわゆる法名っていうのは、今春蝶という名前でした。春蝶というのは春を菊という漢字を当てます。で、それで、じゃあ春をやろうって言ったんだよね、最初、今東光は。ね、女だからっていうこともあって、ね、ところが私は世俗からもバッサリ切って、その俗世間ではないところでこれから生きていくので、春はもういりませんと。じゃあ、春蝶、今度この本名が春蝶だから、じゃあ菊という漢字をあげようと。ということで、で、菊に似合う漢字を一つつけてあげるよ。で、一晩考えて、弱っていうね、静寂の寂っていう字を当てて寂聴っていうのを挙げたわけです。だから、お弟子さんになるわけですよ、今度。このお弟子さんが瀬戸内寂聴になるわけ。なだるから、ほど今な度るほど。自体がめちゃめちゃ破天荒なんで、それちょっと話せなくなって、ちょっと飛ばしますけど、そういうところにいわば出家しているわけですわ、寂聴さんは。で、寂聴さんはその後いろんな修行をするし、小説も同時に書いていく。結構皆さん知らない人がいっぱいいると思うんだけど、仏教に入って食えるわけじゃないんですよ。仏教お仕事ではないんで、なんていうの、人の道みたいなものだから、仏教だけで食えるってことはないんです。
でもし一家の住職をやろうものなら何で飯食うのになるわけです。うん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 、だお檀家さんがいて、例えば葬式仏教ってよく言って、こうなんていうの、こう手を合わせてもこうなんていうの念仏唱えてくれるっていうのあるけれども、うん、毎日死ぬわけじゃないじゃん、人間が。うん、まあそりゃそうだ。うん、そうだ、毎日そんなポンポン入るわけでもないし、檀家さんがあらかじめいるわけでもないんです。一家寺の住職になるってことは新しいお寺を建てる、うん、小さなお寺でも建てるってことだから収入ないんですよ、その時点で、うんうん、ってことは収入自分で作んなきゃいけないってこと、うん、で今度こうもう30代の前半で出家してるときに小説まだそんな本格的に書いてないから、うん、あのどうしようっていう感じなんですよ、うん、それで、あれですよ、大阪の、 あの河内の方にあの小さなね灰寺があって、はい、で そこで、一人で寺の住職になったんだけど、うん、収入がないから、あれ陶芸やってたの、チャボん、チャボのシャモ、シャモあるじゃん、チャボチャボ陶芸っていうと、うんうんうん、鶏叩かせるやつ、鶏叩かせるやつだよね、うん、陶芸陶芸、それジャングルをの胴元やってた、要するに賭けの胴元やってたってことですか。そう。あそうやって、うん、あのそうするとね、あの当時まだそんなに娯楽がなかったからさ、うん、あの村人が集まってくるわけ、うん、もうヤクザな村人が、うんうんうん、まあ、パワチわかるでしょ、空気感、うん、何度も言ってる荒っぽい空気感が、うん、だからそれ儲かったわけですよ。それで寺が回っていくってことをやってたぐらいね、うん、あのまあ一人でとにかく 仏教とかその寺を自分でやるとなればそれって収入が必要なわけだよね、うんうんうん、だから当然瀬戸内晴美は何ていうかな、出家したからといって小説をやめるわけにもいかないわけよ、うん、簡単に言うと修行をやりながら小説も書けってことは当然やっていく。なるほど、うん、はい。しかし、うん、その掛け事の胴元になってる人が、瀬戸内寂聴さんの、師匠、うん、なかなか強烈ですね。そうですね。しかもそれが坊さん。そうです。強烈やの。そう、今東子って人はまあ破天荒であったわけだけれども、うんうん、まあでもね、今東子がすごいのは、出家してから直木賞作家になってるんですよ。実は、うん、お銀様っていうね、短編でね、それも地方のね、お茶のね雑誌に書いた非常に短い小説を、たまたま拾われて、直木賞を取ることになるわけだけども。なるほど。うん、うん、だから一応文壇にはあらかじめ先に行ってるわけですよ、うん、で面白いのはね、それを見たわけではないんだけれども、うん、僕がリアルタイムで見たわけではないんだけれども、寂聴さんもやっぱりずっと小説を書いてたわけ、お坊さんをやりながら、うんうん、でそのまた書く内容っていうのがねすごい面白いわけ、はい、うん、で何が面白いのって言ってかん、うーんねこういうことです。女の人の奔放さっていうのを認める人なの、この人は。今東光さんが認める。あ、今東さんも認めてる人だけども、し伊勢東寂聴さんはもっと認める人だよね、自分が女だから、うん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 、だからさっき僕が言ったような、うん、その家族を飛び出して、うん、まあ、恋愛しちゃうって普通不倫って言われちゃうよね、うん、まあそうですね、うんうんうん、だけどまあなんだろうな、自分を止めることができないわけです、うん、ときめきに生きたい人なんです、うん、この人は、うんうん、だから子供をまあ捨ててしまうことになるわけじゃない、うん、まああとで娘と和解したことになってるけれども、うんうん、まあ分かりませんが、うんうん、本当のことはね。でだからそういうことが続いてるわけ、ずっと、うん、この人の お坊さんになった、甘さんになった後でも、うんうん、でそザ・肉食系女子ですね、まさにステーキ90になってもこう食って、そうそう、ね、それでも、うん、仕方ないのよ、だって止められないの私のこのときめきっていう、うん、そう、うん、だから理性では描けないものを彼女は、うん、いわゆる文学っていう形に残してるわけです、うん、だから多分一番最初に話題になったのは花芯っていうね、花の芯っていうのは、うん、このなんだ、芯ですよ、花芯ですよって言われて、なんだ、鉛筆の芯の芯ですよ、うんうんうん、花の芯なんですよ、うん、ちょっと新しい造語です だけどね、はい、その花芯っていうのはどんな小説かって言ったら、うん、まあ読んでもらった方がいいと思う、僕は説明する、うん、まあそれでね、なんでスキャンダルスになったかっていうと、女の性欲をベタに描いたからなんですよ、うん、ああそれはなんかすごい、それ甘さんになった後にそれ書いたんですか。花芯はね、その前、出家前だと思う、うん、なるほど、出家したのは50代だから、うん、寂聴さんデビューしたのは20代とかだから、うん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 、
だから全然若い時にそういうの書いてるんだけども、うん、当時はまだ分断が男社会、まあ今でもそうっちゃそうなんだけど、まあ、そうでしょうね、うん、そうするとね、その子宮小説みたいに揶揄された、子宮で、女は子宮で書くんだろうみたいな、うん、なんか一段 下に見られちゃうわけ、女の性欲とかが、だけどね、そこが言えば僕はフェミニズム的に言えば正しいあり方ですよ、うん、私から 見えた社会はこういうふうに見えるよ、うん、私の性欲を発露したときにこのようにあなたたちが受け止めるのね、うん、もうそう想定ないよと、うんうんうん、だけど私はこれを書きたいの、なぜか、うん、ときめくから、うんうん、これがポイントで、だからそれをときめきを描きたいんですよ、この人ずっと短編集なんですね、うん、うん、なんか君という女は体中のホックが外れている感じだ、親の決めた許嫁と結婚したその子はある日突然恋を知った、相手は夫の上司、そして…発表当時著者に子宮作家のレッテルが貼られ以後長く分断的沈黙を余儀なくされた表題作っていう風に、うん、なるほど、うんうん、でこれが出たのが1958年ですね、それはすごいね、うん、ちなみに戦後から12年しか経ってないですよ、制作したの。まあ、戦後当時男が書いてたのはさ、うん、例えば終戦直後に女たちが、まあ、売春婦をやらないと生きていけない、そのたくましさをわざと書いたりとかね、うん、してたんだけど、そこから10年過ぎるとさ、うん、いや私は私よっていうことなのよ、この写真はね、うんうん、まあまあ読んでください、読んでない人はねとりあえず、まあその後いろいろ同じようなことを書いていく、うん、同じようなって言い方変だけども、うん、まあ鹿の子両乱って言ったら岡本鹿の子の話ですからね、うん、岡本鹿の子っていうのは小説家だった岡本太郎のお母さんですよ、うんうんうん、のことを書いた。まあ太郎が本人が言ってたけども、岡本かの子って人は、ね、やっぱ小さかった僕を柱に縛りつけて、こうやって縛りつけて、うん、ね、ギャーギャーがね、うわーって言ってて も,、うん、もう黙って小説書くような女だったと。え、まあ、岡本太郎さんの、うん、女お母さん岡本かの子は、はあ、だからかの子両乱なわけですよ。なるほど。でなぜかの子はそうでなくそうなってしまったのかな。ちなみに岡本太郎知らない人向けに一応説明しておきますけど、うん、いやゴッホとかともですね仲良かった、うん、日本の中ではもうとんでもない、もう何ピカソと仲良かった人、ね、うん、あピカソか、ピカソか、うん、あピカソだ、ごめんなさいごめんなさい、うん、ピカゴッホは違うわし、うん、いつの人だよって話、ピカソか、あでここ本当にもう私も好きなんですけど、まあ、うん、一番有名なのは太陽の塔ですね、そうね、うん、いや強烈な人やで、それのお母さん、お母さんがもっと強烈やったっていう話を書いたのが岡本太郎よりも強烈なお母さんとか、強烈すぎるな、うん、そうだからやっぱそこが女のときめき部分なん、うん、それを肯定したいわけ、瀬戸内さんって人は、うん、世間がどう言おうと男がどう言おうと、うんうん、だからまあまあ実際ね、ウーマンリブって当時はフェミニズムじゃなくてウーマンリブって言われてたんだけど、うんうん、懐かしい言い方が、うん、でウーマンリブの人たちも、うん、取り乱すこと自体に可能性があるんだってことを、田中道さんって作家が書いてたんです、うんうん、まあ、田中道さんが分かんない人はまあ検索、うんうん、まあそれで何ていうかな、まあ今日は寂聴さんの話なので、うんうん、で寂聴さんっていうのはまあ小説を書きながら、もちろん仏教の人ですから、うん、青空説法とかやるわけです、で青空説法でもう大体ね、女の 99% 女の人ばかり集まってるんだけど、うん、そうなぜかって言ったら、さっき僕が言ってるように女の取り乱しなりときめきなりを全肯定するからです、うん、これは男社会に生きてると、お前妻なんだから母なんだから娘なんだからとかっていろいろ言われちゃうわけだ、うんうん、でそれでも私はこれがしたいのっていうところに、例えば不倫したいのでもいいし、うん、ね、あるいはこう子育て疲れたわでどっか遊び来たいわでも全部同じだけども、うんうんうん、私っていうものを取り戻そうよって話しない、うん、これだからすっごくフェミニズム運動に近いのよ、うん、瀬戸内寂聴のやってきた表現してきたことって、で、だけどおばあちゃんだからね、そんな組織運動的なことは何もしてないだけだけども、うん、でもね、あれやったじゃない、ハンストやってたよねこの人、90代、80年、80歳超え、後半ぐらい、うん、国会議事堂前で半数やってたよ、うん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 、要するに戦争もう嫌だからです、うん、戦争になるような法案が通るの嫌だから半数やってたんです、うんうん、っていうのはこの人戦争生きてきた人だからです、まあだって
1922年からだったらな、いわゆる第一次世界大戦が終わった直後ぐらいか、それぐらいの時に生まれてるんだろうな。でそれでそう、うん、まあ、直後っていうか、まあ、ちょっと経ってからだけど、それでからいろんな戦争があって第二次世界大戦に突入していくっていう中で、うん、もう大人になってるからその頃に。だって戦争終わった時に23歳でしょ、うん、うん、そりゃ嫌だろうね、うん、うん、どれだけ女がその終戦直後、まあもう含めてね、うん、戦争途中もそうだけど、あの大変だったかっていうさ、うん、あのことを彼女自身はもう身に染みて分かってるから、うんうん、だから戦争法案を通すとかバフみたいなことやってたり、あとシリーズとかにも応援したりね、うんうん、当時してましたよ。だから本当にこの国はもう戦争なんかしてほしくないって思いもものすごい強烈にある人、うんうん、それだったらもうハンストやってはこんなおばあちゃんの命なんて差し出すわっていうような、うん、もう奔放なんだよね、そこ、そういう意味でね、うんうん、でこういう女性がまあなんて言うんだろう、あのまあ、大正生まれの女性でもあるんだけども、同時にその瀬戸内晴美であり寂聴であるこの人自身がものすごく強烈なんだ、うんうん、で強烈には自分でいたか自分らしく生きたかった人なのよ、うんうん、だからこそあのさっきちょろっとしたエピソード話したけど、なんで仏教徒なのにあの素敵食ってんだみたいなさ、うん、っていう人いるでしょ、うん、でもそっちはそれで正論なんだけど、うんうん、でもいいのっていう、私は食べたいの、うん、で別に誰が困るわけでもないじゃん、うん、あの寂聴さんが指摘食ったからといって、うんうん、まあ多分あの男社会の仏教徒の中ではね、あのそういうことをやるといろいろ示しがつかないとか言うかもしれないけど、うん、まあ、寂聴さんどんどん仏教の中でも位が高くなってってたら、まあね、誰も突っ込まないよねっていう、うんうんうん、しかも生きてる仏教徒の中で一番最高年齢なんじゃない、おって考えると誰も突っ込まないよね、うんうん、確かにだからね、長生きして楽しくやった方が勝ちなのよって言ってるような気がするよ、うん、玄関に、うんうん、確かにな、そうだから僕はね、あの寂しい反面、寂聴さんは本当に大往生だなと、うん、やりきった感があるなっていう、うん、あのそういう人生だったような気がするんですよ、うんうんうん、それにね、笑顔の写真が今日なんかはあのお亡くなりになりましたと言いながらもさ、うん、みんな笑顔の写真報道を出してるんだよ、ね、そうね、うん、うん、それくらいね、なんだろうな、あの心よい人物、怪人物ですよ、うん、うん、そうなの。だからいろいろね、男社会はいろんなことを私に我慢させたかもしれないが、うん、私は我慢は嫌なのよと、不当な我慢は嫌なのよと、うんうん、嫌なものは嫌なんだと、そう、嫌なものは嫌なのよと、うんうんうん、を貫いた人でもあるよ、うんうん、これ男はさ、意外と あっちこっち気にしてさ、こうなんだろう、角がどんどん取れてってさ、うんうん、あのマイルドになるのはいいんだけど、どんどんつまらなくもなると思うんだけど、うん、いやそういう意味では今日さ、昨日ね、うん、山本太郎が麻生太郎のことをさ、万死に値する人間だって言ったらさ、うん、なんかそれは言い過ぎだと思いますみたいな批判があってさ、ねえだろ、麻生太郎万死に値するわって私は思うんですけど、なんかもういろんなこと気にするとさ、もうなんかあのこと批判するときも言葉遣いはねーみたいな感じになっても生きづらくなるんだな。そう、まあね、Google もいろんな禁じてというか禁語、うん、あの喋っちゃらバンされちゃうような言葉をいっぱい予定して、うん、広告収入のた、まあ、建前じゃなくてそれが実技だからね、うん、どうしてもそういうことがあるんだろうけれどもさ、うん、逆に言えばネットにあのそれだけ網かけてるってことは、うん、あのネットじゃないフリートークはもっと過激でいいはずだよね、うんうんうん、そうメディアを通さ、うん、メディアを通して言うからなんかお利口さんな、ね、あの人たちが怒るだけでさ、うんうん、でもそれぐらい角がないと人間っぽくないんだ、うん、簡単に言うと。で、寂聴さんっていうのは可愛らしい反面、ものすごく自分自身に対しては奔放だったんですよ、うんうん、だからあの証券がちょっといろいろ不祥事を起こして、証券って萩原健一さんっていうね、うん、面白い、まあ、才能ある役者さんですよ、うんうんうん、まあ、その人がちょっと表舞台から消えた時に、うん、まあ、寂庵っていう京都にあるね、うん、あのまあ、その寂聴さんの、まあ、なんて言うんでしょうね、アジトですよ、うん、でそこに、証券を呼んでかくまってあげてたりとかしたんだよね、うん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 、そう、まあ似たようなことはね、その師匠である近藤公も昔ほら赤狩りがあったじゃない、戦後アメリカから始まったね、
いろんな表現運動を、もう、うん、チャップリンとか、うん、ドナルド・トランポとか、うん、そういういろんな大作家ですよ。そういう人たち、大きなクリエイターの人たちがアメリカで迫害されたっていう、うん、共産主義的だっていうふうにこう言われたやつね。そう、日本でもレッドパージュあったんだ、うん、赤狩りってあったから、うんうん、共産党関係とか、あと貧困関係書いてる作家とかさ、うん、ああいたわけよ、若手の作家で、なんかそういうさ、うんうん、でそういうやつをかくまってあげたりしてたんだ、コン・トーコって師匠の方もね、うんうんうん、で、まあ、寂聴さんはまあ証券とか、あとでもね、本人自らダメな男はが好きなのよと、うんうん、ダメだと分かりながら、ダメなやつだなと分かりながらも可愛くなっちゃうのっていうわけよ、うんうんうん、テレビインタビューで、うんうん、でもそこの懐の大きさってのもすごいなと思うよね、うん、やっぱりその時不祥事を起こした人をやっぱりかくまっちゃうとさ、うん、あのやっぱり世間的には後ろ指刺されちゃう、それは刺されるわな、うんうん、でもいいのってね、大きいなって感じがする、うん、懐が大きいよ、うんうん、まあ、そういう生き様っていうのを、うん、こう尼さんっていうポジション、うん、まあ、仏門に入ったんですと、うん、で日本的にはそういう人って世間から隔絶された人だから、うん、まあ、ある意味何を言ってもいいっていうポジションに、うん、認識されるわけなんですよね、うん、だけど本来はそういうものなくてもみんなもっと好き勝手ね、うん、自分の好きなように生きる、でそうじゃないと、うん、まあ、長生きもできないしね、健康的に。そうですそうです、うん、まあ変な話、人より長く生きて楽しく生きたらそれ一番最高じゃないですか、うん、めちゃめちゃですよ。だからある意味普通の生き方をしてる人にとっての寂聴、うん、さんに対する眼差しって、うん、え、そこまでしていいのみたいなさ、うん、家飛び出して小説書いて、しかもそこからまた仏門に入って世俗、うん、から切ったはずなのに、男が好きだとか言ったり、煩悩は消えないとか公言したりとか、うん、まあしてるわけだけども、うん、だから本当に奔放に生きてるんですね、うん、最高だなと思いますよ、うんうん、いろいろ言うんだったら、お前私の99まで生きてみろって言われたらもうぐの音も出ないじゃん、うん、真面目にね、正しいことだけやって生きていきますとか言いながら、うん、なんかストレス溜まって70、80でポコンって亡くなるよりも、うん、ね、もっと自分に素直に生きてみなよと、うん、自分のときめきに素直に生きてみたら99まで生きましたよ、しかも認知症にもなってないわよって言ったら最強じゃないこれ、うんうんうん、だから僕はね、今回の亡くなったことは寂しいことだけども、うん、彼女の生きてきた生き様自体は、うん、ものすごい胸がこうスカッとするなっていうことを彼女はやってきたんだよ、実際に、うんうん、で一人で戦ってきたんだよ、しかもそれは世間に対して、うん、だからその、まあ、いわゆるこう女流文学とかっていう中にもその性欲っていうこともちゃんと踏まえたときめきっていうこともちゃんと刻印したし、うん、だから日本近代文学の中で彼女をどう位置づけるかはこれから、近代文学批評家たちがね、うん、どういうふうな扱いにするか、すごい、だから男たちがまたこれ多いから、うん、どういう位置づけになるかで文学伝承が出るかどうかとか、うん、まあ、そういうことも含めてさ、うん、まあ、なんだろう、問われてる、うん、まあ、これはね、なんだろう、隠れキリシタンがさ、踏み絵をこう、なんだ、足踏めとか言われたじゃない、うん、昔それと同じで瀬戸内寂聴っていう女流文学者を女流ではなくてちゃんと近代文学史に位置づけるかどうかを問われてるんですよ、うん、若い文学批評家は。なるほどね、うんうん、で同時に天台宗仏教徒全体に対しても問われてるんですよ、うんうん、ここまで奔放に生きてる前例を作っちゃってるわけだから、うんうん、女性でね、話してる、そうです女性で、うんうん、もちろんブッダは男だけどね、うんうん、じゃあ仏教界が女性の人によってどこまで変えられるかっていうのもあるんだけども、うん、まあ、日本に入ってきた時点で日本の仏教って果たしてそれ仏教なのかみたいなさ、戒律は吹っ飛ばしちゃうとか結婚したとかいろいろあるじゃない。まあでもね、長生きして肉も食って、うん、かつ奥さんもいた仏教徒っていうとやっぱり、うん、でしかもこれはあれですよ、13世紀2世紀ぐらいの話ですけど、うん、やっぱ親鸞ですよ。そうですよね、肉も食ったね、もう、うん、ちょっともう悲壮悲俗っていうふうに自分のことを言っていて、うん、で、うん、まあそういう、まあ、人は日本の歴史を見るといるんだよね。でまあそれでこの奔放なね、
あの瀬戸内寂聴さんっていうのを日本の、まあ、今生きている我々がどういうふうに解釈するか、うん、評価するか、仏教界も文学界も、うん、そして我々もっていう、うんうん、まあこれもなんか単なるね、変な変な人がいた、いや変な人なんだけど、うん、変な人がいたっていう扱いに終わらせるのか、うん、それともそうじゃないのかっていうことはね、うん、ものすごく、うん、重要な生き方だなっていうふうに思うな。なんか、うん、最近私ちょっと話飛んで申し訳ないですけど、岡本喜八監督のですね、はいはいはい、あの肉弾っていう映画見たんですよ。はいはいはい、はい、あれは1900、まあ岡本喜八さん自身が、まあ岡本喜八さんっていうのはもう映画界の大監督ですけども、うん、あの人がその自主制作したんですよね、うん、確か日本の一番長い日の次に作った作品なんですけども、うんうん、1968年に、まあ、自分自身の戦争体験をもとにを作ったんだけど、うん、まあ、日本がもう高度経済成長に向けてガーって行こうとしてる時に凄まじいこの描写をしてる、しかもいわゆる戦争悲しいとかそういうのを超えた迫力のあるものを作ってるとか、あれがちゃんと受け入れられている、うん、でそしてまあシン・ゴジラの庵野監督なんかはですね、うん、エヴァンゲリオンを作った人なんかは岡本喜八大好きですとか言ってるわけじゃないですか、うんうん、で今東光さんもそうだし瀬戸内寂聴さんもそうだけども、こういうこの元気さ、うん、こういうものがさ、日本社会を復活させる、まあ、一つのキーワード、うん、なんじゃないかなっていうふうに思うけどね。なんかこれで女流作家だからって、うん、尼さんでちょっと変わった人がいるんだよっていうような評価にはしない方が、うん、絶対にいいと思いますよ、うんうん、そうなんです、うん、まだまだね、あんまりも作品数が寂聴さん多いので、うん、全部追ってたら結構な時間になっちゃうんだけども、うんうん、まあ、少なくとも研究者、文学研究者たちは一通り読んだ方がいいと思いますよ、うんうんうん、やっぱり稀有な存在ですよ、うん、生き様も含めて、うんうん、で僕はね、仏教っていうのは何を目指している宗教ですかって言ったら、うん、下脱を目指している宗教だけれども、うん、まあ、下脱って何ですかっていうのがよく問われる、うん、だって定義されてないから仏典には、うんうん、ただ因果関係から離れることであることは間違いないんだけど、うん、どうやったらっていう部分が分かんないわけ、うんうん、仏典には生臭坊主でも下脱した人はいるっていうことになってるから、うん、じゃあどうすればいいのって話なわけじゃん、戒律守ったら全員が下脱できるかってそうじゃないらしいので、うんうん、でね、おそらく因果関係を飛び越えるっていうことは理屈じゃないんだよ、うん、メタ的に言うとさ、因果関係があると思うから人間辛いわけで、うん、例えば学校でいじめられました、だから辛いっていう、うん、これ因果関係なんですよ、うんね、この因果を自分で飛び越えろっていうことが下脱なのよ、うん、どう飛び越えても構わんのさ、うんうん、だから因果関係なんかないんだと思ったらものすごく楽でしょ、うん、世の中に。で僕はね、なんとなくだけれど寂聴さんというのはもうね、天台宗を選んで出家して以降もうすでに下脱していたんじゃないかと、うんうん、世間がどう言おうと私はもう私の世界を生きていきますよと、うん、逆に世俗から出家によってこう、なんていうかな、距離を置いたからこそ、うん、もっと過激に、うん、自分になろうとしてた人だと思ってる、うんうんうん、だからもうすでに下脱していたんじゃないかな、だからいつも明るかったのかなっていう気もする、うんうんうん、これでさ、悩んで悩んでもう辛いですって言って99歳で亡くなったらちょっとやっぱり説得力かけるけど、うん、この人本当に最後までテレビ出てるといつも上がる人だよね、うん、確かにな。僕なんか可愛いなって思うぐらい明るい人ですよ、うんうん、ってことはね、もう突き抜けたんですよ何かを、多分この人。そうね、うんうん、結局その、僕はそこにね、まだまだ僕らね、うん、ただの凡人がね、学ぶべきことはいっぱいあるなと思う、うんうん、先に行く人の残していくものは絶対ね、何かしらあると思って見た方がいいですよ、うん、って僕は常に思う、うん、ただの変人のように本当に思ってほしくない、うんうん、この人のやっぱり生き様はちゃんと理想としての小説として描いてるわけではなくて、うん、もう血を流してさ小説書いてるような人だよ、うん、簡単に言えば、うんうん、もう世間を敵に回しても書きたいことは書きたいんだって人ですよ、うんうん、っていう人がね、やっぱり、まあ、だからな、よくさ最後の
なんだろう、文学家とか最後のなんとかってよく言われるじゃない、そういうのって、なくなると。でも99ですからね。うん。何冊書いたんだろうな、この人、本当に。うん。これ書きたいこと書かないとこんなにね、うん、書けないと思うんだよな。そう、作品数生まれないと。うん、まあ、もっともね、この人すごく執筆早かったらしいんだけどね。うん、だからといって、ここまで、多分死ぬ間際まで書いてたと思うよ、きっと。うんうん、連載も、なんでもいいけど、連載もあったから、ずっと書けることが、書きたいことがあった人ですよ。うん。うん、これ大事です。なるほど、ね。よくさ、書けなくてスランプになってる人っているんですけど、実は。うん、小説家でもノンフィクションでも、その人なんたちはやっぱりね、書きたいことがあることが才能なんじゃないかなと実は僕は思ってます。書きたいことが分からなくなっちゃった人っていうのは、まあお休み期間をいただいたと思えばいいんでね、うんうん、そこで絶筆するのはそこまでの人なんですよ、物書きって。残念だけれど、書きたいことがあるからこそ作家は続けられるし作品は生まれる。それを99までやった人なんですよ、寂聴さんは。それとしか言わない。ね、うん、ずっとまあこういうのをやり続けたっていう、うん、まあなんかね、うん、このこういう窮屈な国になったもんだなっていう感じがするんだよね。そうですね。今瀬戸内寂聴さんとかあの生き様を改めて見たりとか、今東高とか岡本太郎とか、うん、岡本太郎のそのねお母さんとか、お母さんとか、ね、そう見てると、いや私すごいよくね考えるのが、うん、風天の寅さんあるじゃないですか、うんうん、風天の寅さん、あれ多分今いたら、うん、とっ捕まって警察行きですよ。反射だからね、うんうん、だからあるいは、生活保護、うん、あるいは生活保護を受ける前に、うん、親族に連絡されまくれてちゃんと世話して縛っとけっていう風に、うん、こう言われるようななんか世の中になってるわけですよ。うん、うん、そうですね。山本太郎が麻生太郎のことを万死に値するっていうふうに言ってる、それは言い過ぎだと思いますとかっていうふうに言われたりね、いや万死に値するんだろうと私は思うんだけど、うんうんうん、だからこの日本って、うん、そのすごいいい会社に入っていい大学に入っていい会社に行くというルート以外にこういう、うん、わけわかんない人も元気だったんだよ、うん、昔は、うんうん、だけどそういう人の生きるスペースっていうのがどん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 狭くなっていって、うん、結局全体の、力っていうのも失われていっている、うん、でどちらかというと寂聴さんのように、いやだって恋したいじゃないとか肉食いたいじゃないみたいな、この自由さっていうのが減っていっちゃってるっていうのがね、うん、うん、なんかすごく寂しく感じるな。そう、だから欲望がさ、装飾化してしまうとさ、うん、まあ、経済も落ち込むよって僕は思うよ。うん、それはそうだ、うんうん。だから社会の活力って僕は個人的な欲望だと思ってるのよ、うんうん。だから個人的な欲望を自ら制止さなきゃいけないような、自粛を求められるような、ね、うん、ことってお互いに首絞め合うだけだよ、うん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 。自粛なんかする必要ないよと、うん。怒られてもいいから言いたいことは言う。みたいなね、うん、で山本太郎みたいな人間が必要なんだよ実際に、うん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 、いや例えばさ、今回10万円給付問題とかでギャー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 言われてるじゃないですか。10万円が5万円になった、うんうんうん、クーポンになったとか所得制限がついたとかって言ってて、うんうん、あれ反対派の意見としてはその、まあ、財務省側の理屈ですけどね、麻生太郎も財務大臣時代言ってましたけど、うん、10万円配ったけど7割は貯金に回ったんだよって、うん、だろうねっていう風に、うん、これでも事実なんです、うん、でもね反省しなきゃ、財務大臣として反省しなきゃダメなのは、うん、10万円もらっても不安だから貯金しますみたいなに社会にしかなってないの、なんでって、うんうん、瀬戸内寂聴さんだったら10万渡してもね、100万渡しても1000万渡しても1億渡しても10億渡しても好きに使っていいよって言ったら多分使い方あったと思うよ。そうだ、うんうん、でそれってやっぱり、これ欲しいし、あれ欲しいしとか、これやだしとかっていう、うん、なんかこう、なんだろうね、すごく欲望に素直、うん、で欲望が抑圧されてて、言うこと聞かないとみんなが大変な時はとかっていうふうに言ってたら、金なんか配られても貯金に回るんだと。うん、うん、そうだと、うん、でだからね、欲望失ってるよ、みんな。うん、うん、そうなのよ。うん、それはね、お互いに地盤沈下をさせてるのと同じだよ、うん、と経済的な意味でも、うん、メンタルな意味でも、うんうん、
ね、ある程度過剰に生きてもいいじゃないですか。うん。で、そこにある種薄めで見ようよって思う。人がいろんな過剰な表現を取ったとしても。だからもちろん別に誰かを殺めてしまうことが過剰ではないからね。それは表現の中で何かしましょうよとは思うけれども、ただ滅多なことを起こしてしまうのは普通でいなきゃ生きられないんだっていう強迫観念を僕らがこの社会で分かち合っちゃってるからだよ。そうだね。普通でなくていいんだよと。あとね、安定なんて簡単にね、口にしない方がいいよと。そうするとね、安定するために、自粛を求められることが多いと、結局元気なくなっちゃうから。そうですね。そう、そ言いれたはい間ことは違いない。言って、やりたいことをやって、怒られたらごめんなさいっていうふうに思えば、謝ればいいし、みたいなさ。ものすごく、だから、まずは個人的な自由をさ、掲げて、いろいろやりましょうよ。ね、お金稼ぎたいでもいいし、ね、誰かと付き合いたいでもいいし、エッチしたいでも何でもいいですよ。まあ、そういう。だから欲望全肯定っていうことをやらないと、この国はもちろんのこと、この世界は持たないですよ。そこは素直にね、なろうよ、みんな、自分の欲望に。でね、そんなことやったら社会がさ、回らないんだ、秩序がっていうふうな人は結構いると思うが、じゃあ、秩序優先で、社会、個人の欲望を抑えつけていったら、沈没するだけですよって。そうだよ。だから京王線にさ、よくわかんない通り魔みたいな人が出たから分かりました。じゃあもう皆からみんな京王線乗るのやめましょうってできますかと。できないよ、それは。そらそうでしょ。じゃあ、より監視、強く監視、そんなこともできないよ。今テレビ局がどうやらさ、あれ東スポだったかな？ジョーカー、映画ジョーカーをさ、放送自粛するっていう。バカなんじゃない？バカなんじゃないの？と思った、それ見て。マジよで？し、だったら、瀬戸内寂聴さんの、家臣の映画化になったから、それ流せ。なんやそれ。すごいね。なんか逆そだとの、思うんだよね。まあ、ジョーカーっていうのはね、バットマンシリーズの悪役で、なんでそれが誕生したかっていう映画で、まあ、今回のこの京王線の事故の中で起きた。犯人が、ジョーカーに魅力を感じたっていうことなんですよ。で、それはすごくね、すごい虐げられている人がね、最終的に爆発して、ああいうふうなことを起こす、なんだけど、じゃあ、麻生太郎も自粛ですね。そうです。なぜかというとですね、麻生太郎はノルウェーの、大量殺人鬼のアンネ・ベーリング・ブレイビグ、これ69人ぶっ殺した人ですよ。この人の尊敬する人は麻生太郎ですよ。だったら、麻生太郎が尊敬してんのね。麻生太郎を尊敬してるおお、あ、なるほど。の。この69歳、69人ぶっ殺した人は、要するに自分の国にいっぱい移民が入ってきたと。で、移民が入ってきたから、すごく自分の生活がい、あの、ダメになっちゃったと。脅かされると。そう。で、だからクソったらバラってやったんだけど、だけどね、だから、すごい差別的な、ね、単一国家。で、しかもその差別心満載にしている麻生太郎は、こういう大量殺人鬼からしてみたら、ものすごく尊敬される相手ですよ。なるほどね。で、自分で証言してんのよ。だったらまあ、麻生太郎も放送禁止物体ですよね、あれ。本当だよ。山本よりよっぽど危険だよね。ね、なるとね。で、そういうことせずに、なんか事件が起きたら、ね、あ、じゃあジョーカーは自粛しましょうとかね、もうそんなバカな、もう瀬戸内さんが息、元気だったら笑ってるよ、そんなの。怒ってるよ。まあ、だ本か当そうだら、よね。まあ、瀬戸内寂聴さんというね、まあ、すごい方が亡くなったんですが、日本人、私たち元気なくしてませんかって。で、そして本質的なね、問題から目背けてない、もっとうちらって自由に生きていいんじゃないのっていうことをね、自分の欲望に素直に生きていいんじゃないって。で、自分の欲望に素直に生きていいっていうふうに言った時にさ、じゃあ社会が崩壊するっていうふうに言う人ね、いるんですよ。いや、例えば、自分の性欲自由に考えてもいいじゃんってなった時に、じゃあもうそこら辺もうなんかもう大変なことになるぞってね。いや、ちょっと待てと。お前の性欲って本音ベース、そこら中の女見たらすぐにやりたいっていうレベルの性欲なんですかって。
うん、そうじゃないよね普通の人って。うん、そうだよ。うん、いやあの子に告白してみたいなとかさ、うん、そういうものなわけじゃないですか、うん、社会が崩壊するほどの欲求抱えてる人ってそんなにいませんよ、うん、自然と自分の欲を満たしたい時っていうのは自分の周りの人のことも大切にしつつ、うん、でもどうしようかなって考えてるもんだから、うん、そこそれすらも抑えていったら、うん、俺は世の中回りようがないしどんどん元気を失うと思いますよ、うん、まあそんなわけでね、今日はちょっと瀬戸内寂聴さんとその師匠の今東光さんね、それは今さんにとってはすごくプラスのね、あの影響を受けた人だったんで、ちょっと語るのとともに、まあ私たちももうちょっと自分に正直に元気に生きていいんじゃないかなというふうに思って、うん、今さんと動画を撮りました。というわけで今さんどうもありがとうございます。わかりました。みんな、まあとりあえず過信を読むか、過信を、うん、とりあえず過信を、はい、そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それでは。